ルナレオポルド、1971年ルナレオポルドは、ニューメキシコ州アルバカーキ出身の地形学者、水門学者で、アルドレオポルドの息子である。彼は1936年に、ウィスコンシン大学マディソン校から、土木工学の学士号を受け、1944年に、カリフォルニア大学ロサンゼルス校から物理学、気象学の修士号、1950年に、 ハーバード大学から地質学の博士号を受けた。河川地形学の初期の研究や、ゴードン・ウォルマン及びジョン・ミラーと共に執筆した古典的名著、フライヒエル・プロセシーズ・イン・ジョモ・ファラジーで広く知られている。彼は、水管理の新しい哲学が必要だと訴え、経済、社会、政治的な要因だけではなく、地質学、地理学、気象学的な要因に基づく必要があると、提案した。 1937年から1940年にかけてレオポルドはニューメキシコ州アメリカ土壌保全局のエンジニアとして働いた1940年にはアメリカ陸軍機小隊及びアメリカ陸軍航空軍に入隊した1946年まで従軍し兵卒から単位まで昇進した百四十六年から九百五十年にかけてレオポルドは ハワイ州のパイナップル研究所に気象学者として勤務した。1950年から1972年にはアメリカ地質調査所で水門学者として勤務した。1972年、レオポルドはカリフォルニア大学バークレー校で地理学及び地質学、景観設計学の教授となった。1986年に退職し、2006年に バークレーで死去するまで名誉教授を務めた。ありがとうございます。